先日のバスカフェ、テントカフェは、比較的穏便に行われたものの、突配信者にコラボ関係者が過剰に反応して、トラブルになるという場面もありました。テントカフェから狭い道を挟んだ向かい側には、飲食店がありました。みりゅうチャンネル様という配信者の方は、バスカフェ突配信中に、その飲食店に入りました。確かに店の中に入れば、アグレッシブなコラボ関係者の方々も、迂闊に手出しすることはできません。考えましたね。食べながら見た感じ、バスカフェ利用者はいましたか？という質問に対して、みりゅうチャンネル様は次のように返信されています。利用者はいなかったと思いますけど、なんか10人程度外に出て睨みつけてたから、韓国料理店の店長さんは怒ってましたけど、なんかサマナさんの清掃活動に参加してた、見学者さん別名レッドブルさんが、店に入ろうとしたら30分くらい、一般社団法人コラボの青チェックシャツの方が、ゴミ拾いをしてたレッドブルさんの進路を妨害してたらしい。遅いな、と思ったら、何考えてるんだ、浮かべらないからやりたい放題か。店の中を睨みつけるとか迷惑すぎて草、自分たちが周りからどう思われるかとか、全く考えてないんでしょうね。いやだってさ、他のお客さんからしたら恐怖でしかないでしょ。なんでそういう当たり前のことに考えが回らないのかな。バスカフェを絞る活動家の中にまともな人間は一人もいないのでしょうか。レッドブル2期のツイートから引用します。青チェックの方に30分くらい進行をディフェンスされてました。通りたい俺、通したくない青チェック一進一退の攻防です。抜き去るとき肩を触られましたが、なんか鬼ごっこみたいなノリで触られて笑った。そういうときは相手の身体触ったらダメだろうと思ったけど、まあそれは良いとして。うわぁ、あの青チェック野郎、相当立ちが悪いですね。カメラがあるところでも相当うざかったですが、カメラのないところだと、もっとやりたい放題やられているようです。目も完全に死んでますし、ああいう人間は死ぬまで左派活動家として、ずっと生きていくんじゃないですかね。またレッドブル2期によると、青チェック野郎は自分のことを弁護士だと、名乗っていたそうです。他にも、みりゅうチャンネル様による当日の証言を、いくつか引用します。本日のみりゅうが、レインボーホットドッグを食べていた時と、一般社団法人サマナ様のゴミ拾い活動を取材していたところ、弁護士バッジをつけた名前を名乗らない不審者にカメラを遮られ妨害を受けました。その人物は一般社団法人コラボのテント周辺でたむろしている状態でした。韓国料理店のお店の方が向かいの土地の人に許可取って毎週やるらしいと話していたこと、あの睨んでくる人たち、この人たちとカカオトークで一般社団法人コラボの Twitter のスクリーンショットをどこかに多分上の人に送信しててそれを見せられたこと以上。配信に映ってないけど入り口付近にタクちゃんがいて Twitter 見ながらこちらを睨みつけてるお店の方めっちゃいい方、あの方違います、うちと関係ない、あなた睨んでるけどっておっしゃってた。営業の妨害するなら無警察要請した方がいいとアドバイスしました。う、寒よく猿美味しそう、食べてたらなんか外からピンクのテントを張った敷地から歩道に出てきて何人も店内を睨んでる人たちがいて、店長さんがガチで怒ってるっぽい。誰でも飯食う権利はあるやろ、お店の方結構気にしてるみたい。なんか韓国料理店で食べてるところめっちゃ監視されてるんだけど、10人くらいのピンクのテント張ってる謎の人たちに監視されてて、お店の人が何あの人たちって言ってるんだけど、これクレーム来るよ。というわけで前回のバスカフェは、これまでと比べて注目度は高くなかったものの、こんな場面があったそうです。相変わらずコラボ関係者は好戦的ですよね。好戦的すぎてどんどん敵を増やしまくって、それで嫌われてしまうというね。二刀流目の3リスペクトのムーブやめろ。例えばみりゅうチャンネル様が、カフェの妨害や迷惑行為をしていたかっていうと、そういうわけでもないじゃないですか。ゴミ拾いを取材しているという建前もありますし、前の道を通り過ぎるだけなら、警察も逮捕できませんし、なので中川弁護士と青チェック野郎の行動は明らかにやりすぎですね。あの二人はそろそろ自重しておかないと一生ネットの晒し者になってしまいますよ。いや、もうなってるか。最後までご視聴ありがとうございました。